私たちは次に去年の6月いち早く自由選挙を行ったポーランドを訪れました。ここでもビデオテープが政治を変える大きな力になったと聞いたからです。最初に訪ねたのはワルシャワ市内のこの教会でした。ポーランドでは国民の 90% がカトリックの信者、今のローマ法王ヨハネ・パウロ2世を生んだ国でもあります。それだけに教会はポーランド社会に大きな影響力を持っています。この教会の庭に御影石で作られた立派なお墓がありました。墓にはイエジ・ポペウシコという名前が刻まれています。ポペウシコさんは実はこの教会の神父でした。しかし神父は5年前に治安警察の手で密かに殺されて38歳の生涯を閉じました。生前神父は自由を圧迫されたポーランドの改革を訴え、ワレサ委員長の友人として連帯とも協力しながら反体制運動を続けていました。ポペウシコ神父が活動していた当時の1981年の暮れ、ポーランドのヤルゼルスキー政権は全土に戒厳令を発令して連帯を中心とした改革運動の封じ込めを図ります。2年後戒厳令は解除されますが、言論や表現の自由はその後も厳しく制限されたままでした。そうした中で起こったのがポペウシコ神父の殺害事件でした。神父は1984年の10月誘拐された上、森の中で名残殺されます。容疑者として治安警察のメンバー3人が逮捕されます。その自供から神父の遺体はワルシャワ郊外の人造湖に投げ込まれているのが発見されました。しかし事件の真相は当時のテレビや新聞ではほとんど伝えられませんでした。ポペウシコ神父について国営テレビが取材し放送することは禁止されていました。彼はワレサ委員長とも親しく、連帯を支持する神父として強い影響力を持っていましたが、彼のそんな生前の活動も私たちは取材することを許されていませんでした。ところが一本のビデオテープがポペウシコ神父殺害事件の様子を伝え、このビデオを通してポーランドの人々は事件の真相を知ることになったのです。その映像です。これは生前人々から尊敬されて人気のあった神父の姿を記録したものです。こうした映像の記録が残っていること自体、私たちには驚きでした。神父の殺害された現場も撮影されています。殺害の様子が祈りの言葉と一緒に静かに語られています。ビデオテープには神父の葬儀の模様も記録されていました。教会の周りはワルシャワの市民で埋まり、参列者の中には当時まだ非合法のもとにあった連帯のワレサ委員長ら幹部の姿もカメラに収められています。
この密かに撮られたビデオテープの記録が市民の間に衝撃を持って伝えられ、その後のポーランドの改革運動に強い影響を与えていきました。ここはポピアウシコ神父が生前勤めていたワルシャワ市内の教会の一室です。ご覧のように天井が低い地下室になっていまして、部屋には100人ぐらい入れるでしょうか。この部屋の正面にはキリストの像と並んで、テレビのモニター画面があります。このモニターは実は裏にカセットのデッキがありまして、ビデオテープが再生できるようになっています。実はこの部屋でビデオテープが密かに再生上映されていました。ここに集まった100人ぐらいの市民たちが食い入るようにこのテレビ画面を見つめている姿が目に浮かぶようです。このようにビデオを上映できる教会はここだけではありませんでした。ポーランド国内にある多くの教会が連帯と協力し合って、いわば教会ビデオネットワークといったものを形成して、数百種類に上るビデオテープをこのルートで流していたということです。ではこの神父のビデオテープは一体誰が作っていたんでしょうか。私たちは連帯の本部があるポーランド北部の町グダニスクを訪ねて聞き歩きました。市の中心部にある聖マリア教会がその鍵を握っていました。この教会の建物の中にビデオの制作室があるというんです。教会の狭い階段を上り詰めた屋根裏部屋に案内してもらいました。最初の部屋はビデオの編集室でした。ビデオセンターと名付けられたこの制作室は連帯の組織の一つでした。非合法時代、連帯は弾圧の目を逃れて治安警察の手が及ばない聖域であるこの教会の中に、そして資金も教会から援助を受けてビデオ制作の基地を作っていたのです。ポペウシコ神父のビデオテープを作ったのももちろんここでした。さらに奥の部屋に入りますと、ここにはこれまでに作った大量のビデオテープが保管されていました。連帯の昔からの活動を記録したテープの棚もありました。これまでに制作したテープは数百種類に上るということです。テープを一度に10本コピーできる最新の設備もありました。こうして次々にコピーされたテープが教会のネットワークに流されていったわけです。このビデオセンターで当時中心になって活動していた人物が今はグダニスクのテレビ局長になっていました。テルレツキーさんです。非合法の下でのビデオ作りというのは出版などと違ってこっそり地下室でやるというわけにはいきません。大勢の人と機材が必要ですし、何よりも撮影したテープを編集する場所が必要でした。ですから教会が警察の立ち入れない場所を提供し、そこで作業できたことはとてもありがたいことでした。私たちは作ったビデオを教会の売店に置かせてもらうこともできました。というのは教会の売店だけは出版物やビデオに対し検閲を受けない場所だったからです。テルレツキーさんが話していた教会の売店を訪ねてみました。教会の敷地の中に小さな売店があって、宗教関係の出版物が売られています。そして奥の棚には今もいくつかのビデオテープが並んでいました。全国の教会と協力し合ったこのビデオネットワークの存在を知って、
迫害の歴史を生き続けてきたポーランドの人々のしたたかさを感じると同時に、真実を知らせたいという強い熱意を感じないではいられませんでした。去年の春からの民主化が進んで、ポーランドにも衛星で西ヨーロッパのテレビ番組を見る時代が幕を開けました。以前はパラボラアンテナをつけるのに必要だった国の許可も今はいらなくなりました。一般の家庭にも少しずつですが衛星放送の受信が普及し始めています。しかしアンテナやチューナーの値段は月収の30倍以上と、まだまだ庶民には高嶺の花です。 This is Sky. そこでポーランド国営放送では衛星放送の番組を再編集したダイジェスト番組を毎週日曜日の夜に放送して市民の要望に応えています。視聴率は 40% を超え、ポーランドのテレビ番組の中でも1、2を争う人気番組になっています。グダニスク郊外にある連隊のワレサ委員長の自宅にも直径2メートルもある大きなパラボラアンテナがありました。去年取り付けたということです。Ale dzisiejsze środki przekazu są w stanie zobaczyć, co się dzieje z ludźmi, gdzie są prowadzeni, jak rozwiązywane sprawy i tak dalej. A więc dziś jest niemożliwe, aby tyle milionów ludzi ginęło sobie od tak gdzieś. Dziś jest niemożliwe oszukiwać, tłumanić ludzi o lepszości systemu, trzymanie w klatce, bo właśnie telewizja satelitarna otwiera świat i przybliża go.Ta rewolucja, którą my robimy, wynika właśnie z środków przekazu, z informacji, z przybliżenia świata i to koniec. かつて密かなビデオネットワークでさまざまな情報を市民に知らせていた教会。その教会の中にもパラボラアンテナをつけたところが見られるようになりました。アンテナで受信した番組は以前ビデオを再生した地下室のテレビに映し出されて、今では近所の子供たちの人気の的です。子供たちは衛星放送を見ながらドイツ語や英語の勉強をしていますよと、神父さんは明るく話していました。地下の情報ルートから衛星で世界の情報を知る時代へ、